小倉競馬8レース、ス、歳以上1勝クラス芝12頭が出走して行われます。は B コーススタンド前からの発走を多くのファンの方々が見つめる中での枠入りです日差しをいっぱいに受けて各馬ゲートをめていきます今8番ゲートにポルカリズムが入って早くも最後の1頭ですタイラー・テソード 12番ゲートに促されますゆっくりと近づいて一旦躊躇後ずさり尻っぱねを軽く見せましたがさあどうかタイラー・テソード、再び誘導です収まって12頭ゲートイン完了スタートしました ままず1コーナーナを目指します。広がった先行争い緑の帽子7番ブルーウィン8番ポルカリズムポルカリズムがわずかに前か内は3番バレンタインソング2番イッツオンリーユー4頭広がります5番手のグループが外11番ドラゴンヘッド内は1番エピメテウスこの直後にテイエムエメラルド内は6番コーセマリア続いて12頭が1コーナーをカーブしますやや内らちから離して2番イッツオンリーユーが先頭ですリード2馬身で2コーナーへ 3番バレンタインソング2番手7番ブルーウィンガー外の3番手です前3頭が抜けて34馬身空いた4番手が8番のポルカリズムです差がなく内五5番手1番エピメテウスで向こう上面に入りました11番ドラゴンヘッドが直後その後二バ馬身され3頭広がって5番テイエムエメラルドを中に外10番セルジュ内六6番コウセイマリア後ろ2頭34馬身空きまして9番ディープグラビリッド12番のタイラー・テソーロ最後方4番のベルテンベルクを大きく遅れています 3コーナーを目指しますスタートしての 1000m の通過1分0秒3と計測3コーナー先頭2番のイッツオンリーユーリード4分の3ぐらい3番バレンタインソングが2番手3番手7番ブルーウィン順番変わりません3コーナーカーブ600を切りました4番手グループが急接近打ち出し沿いからタイラー・テソーロ並んで11番ドラゴンヘッドピンクの帽子2頭に外は8番のポルカリズム直後には1番のエピメテウス1段となってきて400 4コーナーをカーブしますその後からは10番のセルジュ以下横に広がって直線コースへと向かってきますわずかにイッツ・オンリーユー粘っていますが内ドラゴンヘッドタイラー・テソーロ外からは1番のエピメテウスが追ってきて200を切りましたさらには8番のポルカリズム5頭が広がっているイッツ・オンリーユーわずかに戦闘頭外は8番ポルカリズムうちは11番ドラゴンヘッドこの3頭の追い比べドラゴンヘッドイッツ・オンリーユーポルカリズム広がって5位 最後は2頭に絞られた8番ポルカリズムと内11番ドラゴンヘッド間の2番イッツ・オンリー・ユーは最後の最後で遅れました馬場をいっぱいに使っての追い比べ先行馬そして差し馬客室も全く関係なく横に広がっての追い比べとなりました小倉8レース先行した2番イッツ・オンリー・ユーをぐって内11番ドラゴンヘッド外8番ポルカリズム 3頭の争い最終的には2頭8番ポルカリズムか11番ドラゴンヘッドかの接戦です勝ちタイム1分48秒1上がりはゴールまでの 800m47 秒 7600m は35秒8でしたストップモーションが流れます8番ポルカリズムわずかに頭一つこの追い比べを制したようです安定は藤岡雄介騎手 勝負どころ内を回った11番ドラゴンヘッドこれがわずかの差で2着3着2番のイッツオンリーユーポルカリズムは藤岡悠介騎手ポルカリズムは藤岡悠介騎手の騎乗でした藤岡悠介騎手はこの小倉開催9勝目半年ぶりの実戦でしたが休養前は強敵相手に前戦を見せていたポルカリズム休み明けの一戦を勝利しました おじおばにバウンスシャッセムーンクエイクコントラチェックという重症カチューマがいる決闘ポルカリズム今1着と発表されました小倉8レースは1着8番ポルカリズム2着11番ドラゴンヘッド3着2番イッツオンリーユー4着1番エピメテウス5着12番タイラー・テソードと発表されました確定までお待ちください